さあ、それでは続きをやっていこうと思います。研ぎ出しの仕上げですね、やっていこうと思います。使うのはこちらセラミックコンパウンドですね。こちらを使ってやっていこうと思います。こういう風にね、袋に分けてこれとこれをセットで使うよという感じでね、このクロス自体もちゃんと分けておいた方がいいですね。他のやつと混ぜてしまうとね、もう何でこすってんのか分かんない状態になっちゃうんでね、専用という感じにしておくといいと思います。さあやっていきましょう。ついに仕上げのコンパウンドですね。ただこれね、あんまりゴシゴシやらなくてもね、結構綺麗になるんで、まあただ見た目的にそんなに大きく変わるかって言えば変わらないんですけど、やっぱりね、やるとやらないのとでは艶の深みが変わってくるので、まあ私はやった方がいいんじゃないのかなと思います。具合的にはですね、まあこれやり方とりあえず先にこうやって、またね、前回の中仕上げの中研ぎといいますか、中仕上げの時のやり方と一緒で、こう一方方向ずつね、縦横斜めとやっていくんですけれど、でどんな感じになるのちょっとね、これはね、さすがにカメラだとね、分かりづらいと思うんですけど、艶に深みが出るんですよね。結構その中研ぎの時点でもだいぶ綺麗にはなるんですけど、なんていうのかな、表面がね、ぐっと重たい艶に変わっていい感じになる。わあ、出た、いい感じとか、そういう適当な言い方、いい感じになるんですよ。そして私は今日車を洗っていて、昼間は車にワックスをかけて家に帰って、もう夜になると似たようなことをやってるというね、わけのわからん、よいしょ、まあ、雰囲気で言うとそんな感じですね。結構ね、深みが出るような感じですね。もっとさらにクリアな感じがする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 ね、艶が出ていいですよ。まあこれはね、まあ本当正直言ってやった方がいい、絶対自分はやる。しかもね、そんなにね、真剣にゴシ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 やらなくても、結構ね、その長研ぎでしっかりやっていれば、ちょっとこするだけで綺麗になる。これね、そんなに意外と力入れてない。まあね、前回も言ったかもしれないですけど、しっかりね、こう左手で持つ側の方をね、しっかり決めておかないと、Aピラーが非常に弱いので気をつけましょう。で、特にその劇的に大きく変わるってわけではないんで、よく見ると、あ、やっぱりこっちやった方がいいなっていうレベルで違うぐらいなんで、目残ししやすいんでね、研ぐ順番っていうのを考えてやった方がいいかなと思います。天井やりました、次横やりますみたいな。だけど意外とやり忘れがちなのが、この辺とかね、意外と忘れがちなんですよ。なんで順番を決めてやっていくといいかもしれませんという感じですね。気づいた方いらっしゃるかもしれませんが、私はサイドミラーはね、研ぎ出ししないので、このまま続けます。やらずに、ボディ、ボンネット、ウィングっていうレベルですかね。言うことなくなっちゃった。ちょっとこれ多分ね、動画で言うの忘れたと思うんですけど、最初あれですね、ラプロスで研ぎ出ししたじゃないですか。でその後ね、しっかり洗いましょうね。でしっかり洗ってティッシュで拭いて、ティッシュでも拭くときもあれがいいですよ。変にローションティッシュとかよくあるじゃないですか、鼻セレブみたいな、ああいうやつよりも普通のティッシュがいいです。あれでね、拭き取るといいと思います。で完全に拭き取らなくても、まあ結構ね、目立つところの水滴がきれいに取れていれば OK なんじゃないかなと思います。きれいだね。いや、きれいにできた、いいね、よしよしよし。たまにあるんですよ、細かいピッ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 っていうね、よく見るとなんかこうピッ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 ってこう入ってる傷、あれがすごく嫌いで、自分がそれがね、ない。いいね。
それがな、それをなく取るのが自分の目標というかね。まあね、皆さんね、いろいろなんかこうね、このぐらいは綺麗にしたいとかそういうのがあると思うんですけど、私はね、あのなんかあるなんて、あの変な、ね、細かいピッ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 ってなってるあの傷が、ね、すっごく嫌いで、いや傷あるしみたいな感じになっちゃうんだよね。なんかあれ嫌いだから、それがなければね、まあ私個人ですよ、まあね、まあそれが合格かなというふうに思ってます。自分の中でのね、目安というか、でさっき言ったそのラプロスの後、あの研ぎ出し、ラプロスで切ったらしっかり水で洗って、そんなね、今度はね、しっかり乾かさなくてすぐにもう次のねコンパウンドの方に行っていいので、でコンパウンドでやりましたって、コンパウンドでやったらね、それからね1日ね寝かした方がいいですね、洗う前に。そうするとこのね、モールドに入ったコンパウンドっていうのが固まるんで、そうしたらね、あの極細柔らかめっていうあの歯ブラシでその中にね詰まったコンパウンドをかき出してあげると、モールドの中のね汚れも取れますので、そのままね、研ぎ出しましたってすぐ洗いますっていう風にやると、なかなかね取れてないんですよ、取れたように見えて。なんで一晩寝かせるとそのコンパウンドが固まるので、それからかき出してから洗ってあげると。で洗ってまたさっきと同じようにあのティッシュで拭いてあげて、でティッシュで拭くとまたね、完璧には拭き取れてなくても、もうすぐにラプロスに、ラプロスじゃない、あのセラミックコンパウンドにね取り掛かっても大丈夫なんで、多少ねボディがね隙間にね水が入っちゃってるっていう状態でも全然問題ないんでね。でこれあくまでね、あのコンパウンドなのでコーティングはしてないのでね、でじゃあねワックスつけなきゃ、だけどここの時点でワックスつけると、あのまだねデカール貼ったりとか、あとなんだろうな、接着したりとか、まあいろいろねやることが多いので、そこでねワックスがついてるとね接着が悪くなったりするんで、この時点ではねやらないです。本当にせ、あのワックスをかける時っていうのは一番の最後ですね。あとね、最初の方でね説明したんですけど、最初っていうか、まあ、前回説明したかな、やっぱり手にワックス成分とかがついてたりすると、あのベトベトするっていうか、ツル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 するので、あんまりおすすめしないかな。他のパーツについちゃったりとかねするんで、あんまり好きじゃない。まあ別に悪くはないと思うんだけどね。たまにあのセミグロスブラックのところのパーツに指紋がついちゃったりとかするときがあるね、そういうときに。だからあんまりやらないです。あ、ちなみにこれもなんですけど、一応ねこの状態しっかりね磨いたら、今度はねもうすぐに水洗い、シャンプー洗車しちゃっていいです。ちなみにさっきの洗うっていうのは、あの基本的に私はね泡で出るタイプのハンドソープを使ってます。それであの泡立ててあげて、そのコンパウンドの粉とかはね目には見えないぐらいですけど、を取ってあげると、とてもモールドの方とか要は隙間に入ったやつもね綺麗に取ってくれるので、かき出してくれるっていうかね。なので泡で出るタイプがおすすめかなと思います。洗顔とかねやるときもね、まあこの話はちょこちょこしてるんで、まあだけど今回説明の動画なんでちゃんとしますけど、あのよくね顔洗うときとか、液体のそのまま顔にペチってかけて洗うとそんなに綺麗になんないじゃないですか。あれかき出してなくて、ただゴミを洗ってるようなもんだから、この汚れの上に乗っかって汚れを洗ってるみたいなもんだから、汚れをかき出すために泡で洗うと、それをね浮かして乾かし、あのかき取ってくれるような感覚になるので、それと同じような感じでちゃんと泡立てた、だから泡で出るタイプのハンドソープであれば、その泡がね汚れをかき出してくれる、まあコンパウンドの粉とかをねかき出してくれるので、そういう洗い方をした方が綺麗になりますよと。手とかでもそうなんですけど、ね、やっぱり工業系の仕事やってる方なんか特にそうだと思うんですけど、泡で洗うとすごく手が綺麗になるんでね。だから鍋さんね、意外と工業系でね手が汚れる仕事やってるんですけど、そこまで汚くないでしょ。
やっぱりね、泡で出るタイプの、ね、ハンドソープでね掃除するとね手綺麗なんですよ。じゃないとねやっぱり汚いんですよね。まあ細かい話してしまうと、鋳物とかああいうものをね扱うところはね、特に鋳物って手がすげえ汚れるんで、あれはねもう確実に分かるですね。普通に液体のままのハンドソープとかで手洗ったりすると全然綺麗、全然違う、まあ、ちょっと綺麗になったぐらいなもんなんだけどさ、泡で出るタイプとか泡でしっかり洗ってあげるとすげえ綺麗になるから、完璧にはならなくても全然汚れの落ち具合はね違うので、まあ、そのぐらい違うんでね、ボディを洗う時も一緒でやっぱり綺麗にそういった感じで洗ってあげるといいんじゃないかなと思います。なんかちょっといまいちだ、いやそうでもない、こんなもんか。よいしょ、なんか綺麗と、あれここやったっけ、まあいいやな、やっとけば。セラミックコンパウンドはねそんなにゴリゴリ落とすものでもないんで、あ、こう落としてやったな、さっきゴリゴリ落とすものではないんでね、これで剥げちゃうっていうことはよっぽど削りすぎかなって気がするんだよな。中研ぎだったりすると結構ね、削りすぎて塗装が落ちちゃったみたいなことは稀にあるんだけど、そういうのをねちょっと防ぐっていうのもあって、やっぱりね厚めにトップコートをねしておくといいんじゃないかなって思います。黙っちゃったよ、なんか言うことある。そうね、でそんなに真剣に研いでないでしょ。やっぱり中研ぎが一番大事で、最後の仕上げでこれをやっていくっていう感覚かな。まあちょっと完璧な仕上がりだとは言いづらいところはあるけど、まあでも悪くない仕上がりなんじゃないかなと思う、ね、人の手に渡るのに。ちょっとあんまり適当に作ったやつは渡したくないし、一応自分のプライドもかかってるし、でナビさんが作ったらそんな綺麗じゃねえなって、まあね、そんなに綺麗ではないかもしれないけど、まあ、自分の中では一応ね納得できたものをお渡ししたいなと思うんでね、もらった人が良かったって思えるといいな。黙っちゃったよなんか言うことあったっけ。ちゃんとこの制作動画っぽいような話は、そうね、でこの後はねしっかり洗って、それさっき言った、時間どう、まだ時間そんなん経ってね、よしこんな感じ、どう、綺麗でしょ、いいね、悪くないね。あと反対側ね、だから結構見てると分かると思うんですけど、割と早いっしょ。適当にサクサク磨いてやっていくだけで、やっぱりベースでちゃんと綺麗にしておいたんでね、ベースというか中研ぎで。カメラでねこの違いが分からないのが残念ですが、やっぱりここまでやると綺麗ですよ。ただこうやっぱりね、説明、大丈夫か、説明していくときに思うんですけどね、あんまり専門用語的なものを使って、なんか変な音したっぽいし、気のせいか、あ、こうやって持ってるからかな、持ち方が良くなくて手が鳴ってんのかな、なんかクククって音がしたりしたからちょっと焦っちゃった。まあ、てな感じでね、専門用語をねやっぱりあんまり使わないようにとは思うんだけど、えってそれどういう意味みたいなさ、わかんないよね。やっぱりカーモデルが作りたいけど車は全然詳しくないとかさ、そういう方もね中にはいらっしゃるみたいなので、ブレーキのこととかねこの前話してて、で意味わかりますって聞いたら、わからないですって言われた、マジかとか思って、まあそうだよね、今までそんな車にめちゃくちゃ興味があったわけじゃないしなって、ブレーキって言われるブレーキはわかるけどって、ブレーキパッドって言われても、ん？何それ？ブレーキの
ブレーキのことだとは思うんですけどって言われて、ああそうか、ローターとかさ、ディスクとかさ、ブレーキの構造とかね、まあ、でも車が好きみたいな、いいんですよ別に車のこと詳しくないと車が好きと好きじゃ好きと言ってはいけないかって、いやそんなことないんでね、鍋さんだってそんな車ね好きだけど、あの車のことはそんなに詳しくないからね、いいんですよ別にそんな詳しくなくたってね、ガンダムだってね、ガンプラとかやってもそうじゃない、かっこいいから作ってるんですけど、ストーリーじゃあそんなにめちゃくちゃ細かく知ってるかって知ってないからさ、それと一緒だと思うね、マシーンが好きなんですよみたいなね、別にいいんじゃないの、好きじゃないとそっち全部を好きでやっと好きと言えるっていう考え方はねちょっとねどうかと思うからね、誰が決めたそのルール、よいしょ、いいんだよ取っかかりは何でもいいんですよね、別に、あかっこいいなって、あそうこの前、あだどうでもいい話が出てきてしまう、まあこれ車の関係の話なんでね、あのちょっと今の延長の話なんですけど、いや小さい子がねあの車かっこいいって言ってたのすっげえ気になった、どれのこと言ってんだろうとか思って目でめっちゃ追っちゃったけどさ、小さい子がそうやって言ってたの、いやなんかでもさ最近のそういうね子供がね車を見てかっこいいって言ってくれたのがちょっと嬉しかったね、じゃあ自分の車のこと言ってたわけじゃないんだけど、あのたまたまねなんかそうやってちびっ子指さしながらあの車かっこいいって言ったから、ね、車離れするしてる時代だって言って言ってたからさ、まあ、その中ねやっぱりこう車が好きだって言ってるちびっ子がねかっこいいって言ってくれたっていうのはねちょっといいなと思ったね、どの車だろうすげえ気になったんだけど目で追ってもどれか分かんなかったんだよね、まあねその子のかっこいいはどういうのが好き、まあね、車の好きなのなんて人それぞれだから自分から見てもそうかって思うやつもねあるかもしれないしさ、まあね鍋さんだとスポーツカースーパーカーが好きだとかさあるからさ、だけどやっぱりね逆にみんな SUV の方がいいとかさ、あのミニバンの方が好きだとかね、セダンがいいとかね、あいろいろあるからさ、その子と大体ああいうちびっ子たちはじゃあ何を見てそんなにかっこいいって言っていたのかなって、すげえ逆に気になるわとか思いながらめっちゃ目で探したけど、どれのことなんだろうってわからんかったな、ショックって言ってたらできました、まあこんな感じですね、こういうところはねなかなか斜め横とかこういうふうにはね研ぎ出しにくいんで、まあこういう方向ばっかになっちゃうんですけど、前回と同じようにこう動かしながらねこうやって研いでいくとまだこう傷はつきにくいかなと思います、テラン見てかっちょええ綺麗、こういうテロテロ好き、いいね、テロンテロンテロンテロテロン、だけどねこれテロンテロンにしないといけないかってやそんなことないんでね、好みなんでね趣味なんで好きなようにやればいいんですよ、そんなね磨きをねしないといけないかってやしなくてもいい、全然いいんですよ、自分がそれでいいと思えばそれがね趣味なんでね、競うもんではないんで別に、そうのとかあんまり好きじゃない、自分が思ったように作れるのが一番いいと思うんだよね、それは研がなきゃダメだよとかさ、誰が決めたって思っちゃうからいいんだって、ね、じゃあ鍋さんはこうやってね研ぐのが好きで、ね、じゃあなんで同感してるのって言ったら、研ぎたいなっていう人、綺麗に作りピカピカにしたいなっていう人が参考になればなと思って思ってね、うん、やっぱりいいっす、いいっす、何が正解かなんてないんでね、ね、うちの師匠みたいにね、いや車はハの字になって自分は車だと思ってる、ね、別に自分はってちゃんと言ってるからね、やっぱり車はハの字だってじゃないといけないわけじゃん、やっぱね個人差なんで、なんでもね、だってハの字にしたらさタイヤめちゃめちゃ減るぜ、うん、泣けるぜ、もうタイヤがすり減ってきたみたいになっちゃうよ、だけどかっこいいけどね、やっぱちょっとね鬼キャンはちょっとどうかなって自分はね思うけど、いやいいなと思うよ、いいと思うよ、思うけどね、
タイヤがすぐなくなっちゃうから片べりしちゃうから。だけどあのタイヤはね、外にギリギリまで出したいっていう自分はいるね。車検通るギリギリ。まあ私の車は多分車検通らないけど、車検通らんだろうな、通らないよなあれ。フロントのタイヤがちょっと飛び出てんだよね。どう見ても飛び出てんだよな。お店の人にこれ通るところは通ると思うけど、通らないとして考えた方がいいかなと思いますって言われて、ですよねって自分で見て思った。みんなそういう時どうしてんだろう。なんかまあ、いやそういう話はね、あのまた別の動画でねした方がいいんでね、ちょっと今回は車はね自由だよと、別にねどうしどうしないといけない、こうしないといけないということはないんでね、好きなように作ればいいと思います。もうちょっと勘弁して、傷がつく。パッパッパッ。そう、やっぱりねこの変な風に落としたりしてホコリがつくとね、車洗車とかねされてる方は分かると思うけど、やっぱりこうねゴミがついた状態でね、磨いたりするとね、その中にゴミを挟んだ状態、特に硬いもんなんかだったりしたらさ、傷をつけていっちゃうことになるからね。やっぱその洗車する方とかはねよくわかると思うけど、タオルが、ね、地面に落ちちゃったりなんかしたらさ、マジかって思うじゃない。やっぱそこにね砂がこうついちゃってさ、その砂のついたやつでこうやってザラ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 削ることになると、細かい傷がついちゃったりとかさ、なるからさ、たまにあるのよやっぱり。そうするとそのタオルはポイだけどね、ポイっていうかまあ洗おうと、まあ基本洗わないな、捨てちゃうな。ちょっとね自分のいかんところはあれなんだよね、タオルは使い捨ての感覚でおるからな。かといってなんかあの使い捨てのタオルとかってちょっとヤグかったりするからさ、ヤグいって言わないか今、弱いから弱い、うん、脆いとかそういう意味でね、からさあんまり、なんかタオルを洗車機で洗ってもなんかさ、か洗車機じゃないね、タオルをそうせん洗濯とか、まあ、手洗いとかいろいろやるけどさ、やっぱりあんまり綺麗にならないんだよね。あとすげえ硬くなる、硬くなるとねやっぱちょっと良くないんだよね。ものによっては細かいホコリが逆に出なくなるからいいっていうところもあるけど、だから結構ね中にもいらっしゃるんですよ、この今クロス使ってるんですけど、これをね洗って使うっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ、自分はねやっぱりそもそもこういうワックスとか車もそうなんだけど、水をはじくから結構洗うのって大変だと思うんだよね。でまあ室内干しならいいけど、外で干したりなんかするとね、やっぱり黄砂だとかさ、そういうね砂がかかったりすると、それで洗うっていうのちょっとね、また拭くっていうとなんか嫌だなっていう気がしちゃうから、基本的に捨てちゃうことが多いんだけど、なんか手間暇考えると買った方がいいかなって。今安いからね、なんせ普通のタオル買ったって100均でも最悪売ってるし、なんか洗ってどうのこうのとか手間暇で洗うのだって、もちろん水道電気ガス水を全部使うからさって考えると、まあ買った方がいいのかな。新品の確実に砂ぼこりがついてないやつを買うという感覚の方が。できた、見て見て、このキラキラー、うわい、きれい、美しいというようなね感じが好きで自分は磨いております。ということで今日はこの辺ですね、お片付け。これで一応ね全部研ぎ出ししたいやつは研ぎ出ししたので、でさっき言ったようにですね、これはこれという感じでセットで、こういうね袋も汚ねえな、ボロクソになってるけど、こういう風にセットしておく、セットでしまっておくといいと思います。ということで今日はこの辺にしますかね。サムネ、あ、なんか汚れ、汚れじゃん、ホコリが、こんな感じです。いいね、セラミックコンパウンドってわかるよね。まあこれはねどこでも売ってると思うので、ね、入手しやすいと思うので、ね、ぜひ探して買ってみてください。このキャップがね青いのが印となっておりますので、白いやつはコーティングポリマーっていうやつで、またちょっと別のものになりますのでね、この青いキャップの方をね目印に買われるといいかなと思います。最近の新しいやつだとこういう風にね、最近商品番号が書いてあったりするので、
まあ、しっかり確認して間違えないように買いましょう。ということで今日はこの辺で。ではまた。